またんか貴様。やれ冗談だってば。こっちまで声が聞こえてきてんぞ、あの二人。ほんと、つぐみも飽きないわね。シュウも余計なこと言うから追われるっつうのに、学習しねえやつだな。わざとやってんのか。ねえ、一条くん、桐崎さん、ちょっと聞いていいかな。あ、どうしたんだ。舞妓くんとつぐみさんって、もしかして付き合ってるのかな。はあ、あの二人が。そんなわけないでしょ。でもでも、つぐみさんって一条くんと舞妓くん以外の男子とは全然話さないよね。だから、もしかして舞妓くんといい感じなんじゃないかなって。面白い話をしてるね、君たち。シュウ、つぐみはどうしたんだ。ようやく巻いて隠れに来たとこ。まさか教室に戻ってくるとは思ってないから、まだ校内を走り回ってるんじゃない。こいつ、確実につぐみからの逃げ方が上手くなってやがんな。それより、皆の衆は俺と清志郎ちゃんの関係が気になっているようだね。え、聞いていいんだ。どうなの舞妓くん。そうだね、あえて否定はしないよ。じゃあ本当に。私、つぐみから何も聞いてないんだけど。マジなのか。マジもマジさって言いたいところだけど、本当は。貴様、なんて嘘はつくんだ。パパ、すんせんでも、パパ否定してないバカで、肯定もしてないバカで、別に嘘は。黙れ、貴様はもう息をするな。ダホ。違うからな、こいつとは一切何もないから。いいか、分かったか。そうなんだ、残念。一条楽、貴様も分かったか。ああ、分かったよ。本当か、本当に分かってるんだな。本当だって。こいつの太刀の悪い冗談には俺も何度か騙されてっからな。そうか、ならばいい。あ、お嬢も信じてください。こんなやつ完全に赤の他人ですから。はいはい、分かった分かった。とにかく私は誰とも付き合ってないし、好きなやつもいない。いないったらいないんだ。逃げたわ。シュウ、お前な、今回はさすがにやりすぎだぞ。軽いジョークだよ。最後はちゃんと訂正するつもりで。自業自得よ。あんまりあの子で遊んでると今に怪我するから。もうしてます NO。 ねえねえ、みんな、帰りにファミレスでも寄ってかない。ああ、俺は別に構わないぜ。私も最初から小咲ちゃんたちとどっか寄ろうって話だったから全然 OK よ。うん、みんな一緒の方が賑やかでいいもんね。一条くんとならでしょ。ルリちゃん、当然ラク様のいるところにマリカありですわ。たとえ火の中だろうと水の中だろうと、ラク様のおそばに。おう、無理はすんなよ。で、つぐみはどうするの。はあ、つぐみ。あ、なんだ一条楽。いや、みんなで帰りに寄り道しようって話だったんだけど。つぐみも行くでしょ。
すみません。今日は遠慮しておきますので、皆さんはどうぞ楽しんできてください。嘘だろ？つぐみが千棘の誘いを断るなんて。つぐみさんどうしたの？何か悩み事？いえ、そういうわけでは。何でもありませんから、心配しないでください。そう？ならいいんだけど。失礼。つぐみさんが桐崎さんのお誘いに応じないなんて、珍しいですわね。うん。それに、このところちょっと元気ないよね。ちとげちゃん、何か心当たりは？全然、私もさっぱりよ。ふん、なるほど。お前、なんか分かったのか？当然でしょう。聖四郎ちゃんのあの甘いため息、あれはまさに恋する乙女の。つぐみ、あの子どうしちゃったのかしら。心配だね。あのこっちの心配はかほどもしておりませんので、ご安心くださいませ。自業自得よ。逃げてきてしまった。どうしてこんな任務を引き受けてしまったんだ私は。クロード様、この携帯電話のような小さなデバイスは何ですか？これは以前にお前に貸し与えた嘘発見機の改良バージョンだ。これがですか？そう、見ての通り、バッテリーの内蔵と超小型化に成功した。どうだ、すごかろう。はあ、確かに。しかもその精度は以前と変わらず 98% のままだ。聖四郎、これを使って今度こそあの憎き小僧の本心を聞き出してこい。私がですか？このサイズなら学校に持って行ってもバレないだろうし、自然に小僧へと近づくこともできるだろう。それはそうですが。もし本当に一条楽がお嬢のことを愛していなかったとしたら、その時お嬢はどんな顔をなさるのでしょうか？なに、お嬢に限ってあんな小僧と本気で付き合っているはずがあるまい。どうせあのクソガキと修営組がお嬢の弱みを握っているに決まっている。本当にそうでしょうか？それを見極められるのは聖四郎、お前だけなのだ。お嬢を野蛮な小猿から救うのだ。わかりました。この任務お引き受けいたします。引き受けたはいいものの、結局どう切り出せばいいかわからず学校が終わってしまったな。一条楽の本心か。以前は
奴とお嬢の関係が偽りなら、もろ手を挙げて喜んだだろうが、今は複雑な気分だ。まったくもう！大体どうして私が一条楽のために頭を悩ませなければいけないんだ！それでなくても最近は奴のことばかり考えさせられているというのに。俺がどうかしたのか？うわあ！ドーク！いきなり殴るんじゃねえ！貴様が急に現れるからだろうが！なぜ貴様がここにいる！みんなと出かけたんじゃないのか！みんなは先に行かせたよ。俺はお前がなんか悩んでそうだったから。え？貴様、もしかして私の心配をしてきたのか？悪いかよ。貴様ごときに心配されるとは、私も落ちたものだ。なんだよ、可愛くねえやつだな。で、何を悩んでたんだ？うぬぼれるなよ、一条楽！貴様なんか一切関係ないわ！今の音、さっきも聞こえたやつだよな。そうな、ここで飼っている鳥の鳴き声じゃないか。あんな機械みたいな音を鳴らす鳥がいるかよ。では気のせいだ。変な音などしていない。ここまでして隠すなんて怪しいな。胸のあたりから聞こえた気がするけど、うまく質問して探ってみるか。なんだ、ジロジロと見るんじゃない。貴様、一体どこを見ている。音？そんなもの、おそらく貴様の空耳だろう。何なんだ貴様は。さっきから変な目で見てきて、そんなに私のことが気になるか。それってまさか、ありえない、ありえないよな。そもそも貴様にどう思われていようと、私にはどうでもいいことだし。私は何を言っているんだ。今は音の話をしてたはず。とにかく私は隠し事などしてないし。頼むからもう静かにしててくれ。なんだろう、絶対どこかで聞いたことがある音なんだよな。もういいだろう、あまりしつこい男は嫌われるぞ。というか、そもそも私は貴様のことなど嫌いだがな。なんで今のが嘘なんだ。嘘？ああ、思い出した。今の音、前お前が持ってきた嘘発見器の音だ。しまった。その胸ポケットにあるやつがそれか。ずいぶん小さくなったんだな。でもなんでそんなもん持ってんだ。貴様のためを思って黙っていたのに。こうなればやけだ。知られたからには任務を遂行させてもらう。なんだよ、もしかして俺ヤブヘビだったか。もう手遅れだ。私も後には引けん。一条楽、私の問いに正直に答えろ。貴様はそのお嬢のことを本気で愛しているのか。またその質問かよ。正直に答えねば、その首が粉々に吹っ飛ぶと思え。何その表現、怖い。いいから答えろ。くそ、マジで余計なことしちまったぜ。ここで俺と千棘のことがバレたら、俺たちの努力が全部水の泡だ。どうした、言えないのか。それはもちろん愛してるに決まってるじゃねえか。反応なしか。どうやら嘘はついていないようだな。あれ、マジで。やっぱり嘘発見器なんて
当てにならねえな。では次の質問だ。お嬢のチャームポイントはズバリ料理を美味しく食べてくれるところだ。今度はイエス、ノーで答えろ。待て待て、なんだその質問は。何を戸惑っている。まだいくつも質問が残っているぞ。ここまで来たら私が納得するまで付き合ってもらうからな。このままじゃそのうちボロが出そうだぜ。何か話題を変えないと。そうだ、よし、なら俺からもお前に質問するぜ。な、何？ズバリ、つぐみ清志郎には好きな奴がいる。そんなのいるわけがないだろう。なんだよ、やっぱりいるんじゃねえか。いや待て、誤解だ一条六。別に隠さなくたっていいだろ、俺も応援するぜ。貴様に応援なんか無理だ。それに私にはそんな感情は必要ない。お嬢の護衛としてお役に立てればそれでいい。そうは言ってもよ、好きになっちまったら理屈でなんか考えられねえもんなんだよ。そういうものなのか。まあ俺が言うのもなんだけどな、相手が他のやつを好きだろうと自分に興味がなかろうと気になっちまったらもうそいつのことしか頭に入らねえんだ。もしもその相手に恋人がいてもか。決して報われることがないと分かっていても、それでも好きになった相手に頭も心も埋め尽くされてしまうものなのだろうか。え？お前の好きなやつってもう彼女がいるのかよ。違う、例えばの話だ。例えば私が恋人のいるものを好きになってしまったら、その思いはどうすればいい。もしもお嬢と付き合っている貴様に立花マリカや私が好きだと伝えたら、それはただ迷惑でしかないだろう。え？勘違いするなよ。何度も言うが仮の話だからな。だが真剣に答えてくれ。そりゃ迷惑なんかじゃねえよ。それは私が相手でもか。もうしょっちゅう怒るし殴るし、何考えてんのかわからない時もあるけどさ、それでもつぐみみたいな女の子に告白されたら多分嬉しいと思う。バカ者、貴様はお嬢のためにノーと答えるべきだったのに。真剣に考えろって言ったのはお前だろ。まったく、貴様というやつはいつもいつもそうやって私を困らせる。え？お前もしかして照れてんのか。どうして私が例えばの話で照れる必要があるんだ。この私が貴様ごときに心を乱すわけがないだろう。バカめ、この大バカ者め。私が貴様のことを好きなんて、そんなことあるわけがないだろう。これって、違うからな。これはきっと機械が不良品なだけだ。全部デタラメだからな。なんだよそれ。そしてなんで2回も殴られたの俺。なんで私があいつのせいでこんなにもドキドキしなくてはいけないんだ。あいつはお嬢の恋人だというのに、どうして。そうは言ってもよ、好きになっちまったら理屈でなんか考えられねえもんなんだよ。相手が他のやつを好きだろうと自分に興味がなかろうと気になっちまったらもうそいつのことしか頭に入らねえんだ。理屈じゃない。
か。なら私の心は、私はあいつが、一条楽が好きだ。これではっきりしたな。頭は騙せても心までは偽れない。一条楽が私の初恋これが恋なのか。胸の鼓動も高鳴りも噂に聞いた通りだ。すごく痛いな。それに初恋は叶わないという話もきっと本当だ。私がこの気持ちを一条楽の前で打ち明けることは絶対にない。体がボロボロでもう動けねえ。こういう時こそ誰かに優しくされたいもんだよな。それこそ小野寺とかに見舞いに来てくれねえかな。小野寺来てくれねえよなこのタイミングはまさか。はいはい、今行きますよっと。あいたたたた、やっほー楽。なんか帰りにしんどそうだったから見舞いに来てやったぜ。なんだシュウカ、走ってきて損したぜ。せっかく来てやったのにひどい扱いだな。あーすまねえ、わざわざ見舞いに来てくれてありがとな。ふん、その程度の礼でいいのか。俺はお前にとっておきのブツを持ってきたってのに。ブツ？ねえ、お前が元気になるために授業中の可愛い小野寺の写真を用意してやったぜ。な、何？一体どうやって？それは企業秘密、お答えできません。で、いるのか、いらないのか。いる。サンキューシュー、やっぱ親友っていいよな。じゃあほい、1000円。え？1000円。見舞い品じゃねえのかよ。毎度。いやー、1000円も出して買ってくれるのはお前だけだぜ。やっぱ親友っていいよな。もう帰れ。え、ちょっと楽くん、軽い冗談じゃないの。はあ、熱も出そうだわ。坊ちゃん、朝ですよ。早く起きないと遅刻しますぜ。今起きるわ。今朝のご飯はアジの開きでさ。よし、今日も一日頑張るか。